時は満ち去り、ブロッケン。ここが相棒ってこと？え、そうなんや。何回もうんち踏まされたのに。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、あ、この中とかには別に何もない。なんかあれ、妖怪のマークあるくない？妖怪のマークっていうか、妖怪のマークかどうかわからんけど、妖怪ウォッチで言えば、あ、クエストあるし、あれさっきのマークだから、あれ一回か。ちょ、待って、クエスト受けとこ、クエスト。とりあえず、寝る前に。どこ？ここか。蹴り開ける。んで？どこのどなたですか？あ、いた。クエスト！ちょっといいかい？近頃、宿舎の生徒たちで顔色の悪い子が急に増えてね。なんとかしてあげたいんだけど、理由を聞いても私には何のことだかさっぱりわからないんだよ。もしよかったらちょっと相談乗ってくれないかい？ふんふん。呪われた古時計。悩んだ様子の食堂のおばちゃんの相談を聞いてみると、宿舎の生徒たちの顔色があまり良くないみたい。一体何が起こっているのだろうか。調査開始しよう。クエスト、呪われた古時計発生。調査を開始しよう。ありがとね。助かるよ。それで、その理由って何だったんですか？いやね。それがね、顔色の悪い子たちはみんな揃ってこんなこと言うんだよ。時間が前に進まないんだって。何のことだか見当もつかないよ。時間が前に進まない？え、怖い、なんか。それって、ひょてきさんわかるの？うん。わかるも何も、今まさに私にも同じことが起こってるのよ。え、マジで？外に出て犬のうんちを踏んだら、朝起きた時間に戻っちゃって。もう何度も繰り返してて絶対に避けられないの。タイムリープ。そんなまさか。おいおい。夢でも見たんじゃないか？俺もうんちの夢ならよく見るぞ。どんな夢なん？よく見るんだ。見たことねえわ。他の生徒にも起きてるって言ってるでしょ？どうしたら信じてくれるの？そうだ。マタロウくん、今日履いてるパンツ、裏表逆だよ。何言ってるの？そんなわけ。お。てか、それをなぜ知ってるの？ほんとだ、裏表逆だ。わあ！吹雪すげえ、なんで分かったんだ？もう！この後話してたから。同じ時間をもう何回も何回も繰り返してるの。なるほど、聞いたのか。ねえ。それってひょっとしてタイムリープのこと？おいおい！なんだよ、その大ブリーフって。何その、でっかいブリーフのこと？ちょっと！ブリーフの話じゃなくて、タイムリープだから。何かのきっかけで過去に戻って、同じ時間を繰り返す SF 映画の定番だよ。わでもちょっと楽しそうっていつもああいうの見ようって思うよね。時をかける少女とか。おー、よくわかんねえけどかっこいいな、それ。でも。なんでそんなことが起こるんだろう。わかんないけど、犬のうんちが引き金なのは間違いない。え、マジでそこ？うんちを踏むと、頭の中で、ボーン、ボーンって音が鳴って、気づくとまた今日の朝に戻っちゃうの。え、そこまでな。え、そこまででまたやり直し？ボーン、ボーン。聞いたことあるような、ないような。ほうほう。へえ、結構簡単なんだな。じゃあ、うんちを踏みに行こうぜ。うわぁ、嫌だー。なんでそうなるの？あ？だってやってみた方が早いだろ？まあ、確かにそうかも。え、他のメンバーも、同じきっかけになるの？犬のうんちなら宿舎前にあるから。私何度も何度も何度も踏んだから。めっちゃ嫌や。そんなに踏んだんだ。え、っていうか、本当に踏みに行くの？よーし！そんじゃ、犬のうんちに突撃だ。ちょっと！その言い方やめて。いやー、何回も足の裏がドロドロになってしまうのね。さっきから姫川に睨まれてる気がするんだが。とりあえず先に寝た方がいいんじゃないか？何かしたかな？吹雪さん、二人のせいでうんちを踏んじゃったんだって。あ、そうや、あのマークは？身に覚えねえぞ。タイムリープ中の話らしいよ。こっちか。ああ、だから不機嫌なのか。こっち方面で。二人に罪はないと分かってるけど、なんかムカつく。どこの部屋？俺は何もやってねえぞ。あ、違うパラレルワールドのメア先輩がやったんですよ。よくわかんねえ。ほら、ジンペイくんの部屋だ。モモだよ、かわいい。チーズをお腹いっぱい食べたいですね。ベッドの下のチーズ。じゃん。てかめちゃくちゃ散らかってるな。これまで集めた熟女写真集。年上の人誰の部屋？これもしかしてジンペイの部屋なの？これ
いまいち自分の部屋がどこかも、把握できていないのだけれど、私。ん？これは？地下？地下があるの？今初めて知った。だってこれ一階よね。地下とかあったんや。てかちょっとマップを見ながらでも方向感覚がよくわからぬ。はい、出ます。お帰りなさいませ。今日はもうお部屋で休みますか？もう寝る。では、おやすみなさい。また明日。よし。フリースタイルタイム。ってことで、あちゃおどうも、アイスできてないけど、こっちの方向から来たよね。んで、すぐ近くに橋がありまして、あ、まっすぐ帰れる奇跡。んで、うんちを踏まんといかんのよね。うんち、うんち、うんち。これか！あった！あったよ、流れもせずに。あ、こんにちは、どうも。これ、でしょ？うんちを踏みますか？踏む。お、ミッションスタートしたよ、なんか。踏んだの？タイムリープしたんや。本当に朝だ。いやいや。真面目にやらんかい！で？タイムリープの謎を解こう。こっち方面やね。とりあえず宿舎の中、何か来た！ブロッケンクロック、なんだそれ。ほら！うんちを踏み続ける毎日楽しくね。速攻でぶっ飛ばす！超吹っ飛ばされた。キャー！あとは、1階かな、あれ。あ、違う、階段。階段を、下に降りる。と、ここか？ん？いや、いないっすな。こっちか。現れた。うりゃどうぞどうぞ。はい、よっ、やっけーよっ、わたしのリバンです。待って、イエーイ、やー、あれか、ちょうどいい感じに避けられた喧嘩。おらなに、うりゃ、おらー、厚み何も起きなかった。うりゃ、ありがよっしょ、オッケー。あ、んで、また逃げた。あれ、逃げようんや。次はまた上の階？次。ん？どこでしょうか？この先？ぽいね、ぽいね。ん？おぉ、現れた、現れた。はい、どうなんか宿舎に人いたのね。え、なんか普段おらんくない？え、ごめん、なんか誰か殴った？あ、気のせいか、ブロッケンクロックであったのか。おりゃ、とりあえずポーズだけきっちり取っとく。え、また逃げられた？マジで？今回はあれか？宿舎内でのイベントというか、クエストってことなんか。え、どこだ？反対方向か。こっち？あ、食堂。なんかでっか、なんかでっかくなった。何秒？クロックマン。食堂はこんなに広かったかしら。愚かな人間どもめ。やるぜ。ああ、なに、何事？いや、怖いよ。速攻で殺されたよ。助けて、生きろ、ありがとう。ちょっと変身してくね、私。変身、はい、変身、イエイ。健康ベニマル健算。何秒？怖い。正面正面ちょっとあれやね。赤き。赤き線。は。動き見切った。怖い。危ない。今範囲で勝ったことない出たわ。君がいるか。僕。赤き一戦、まだ触ってなかったんだけど、
赤き一戦。今のは当たったのか。じゃ早いって動く。動き早い。何秒？怖い。どっち？方向がよくわからない。頑張ってきそうな勢い。殴られる。赤き一戦。おでもいい感じ。もうちょいじゃない。怖っ。動き見切った。赤き一戦。よっしゃ。必殺技でとどめ。待って。ポーズができない。悪くないね、くっそー。最後のポーズができなかったんですけど、ショック。でどうなるの？やっつけたよね。あ、そっか、この後出てくるってことかな。リザルト。タイムリープの謎。かわいいコンパクトミラー。いいやん。ふぶきちゃんやね。小さくなった。負けてしまいました。どうやら繰り返していた時間も元に戻ったようだね。よかった。でも、どうしてこんなことしたの？人間を困らせてやりたかったんです。私を捨てた人間を。捨てたですって？はい。私はもともと、ある夫婦の家で静かに時を刻む時計でした。壊れたってことかな。秀夫さんと吉江さん、二人が築いた温かい家。やがて子供たちは成長し、一人ずつ家を巣立っていったんです。嬉しいような、寂しいような気持ちも、二人と一緒に分かち合いました。そして吉江さんが亡くなった日、私は秀夫さんと一日中泣きました。それからはずっと二人です。私たちは心が通じ合ってる。そう思っていたのに。あの人は私を暗い箱に閉じ込めた。別れの言葉すら言わずに。気づいたらこの場所にいました。あの人は私を捨てたんです。この場所？寄付されたってこと？学校に。私は人間が大嫌いになった。だから嫌がらせしてやったんだ。違うんだよ。何？誰？おばちゃん、どうした？事情を知ってるの？おばちゃん。いやね。秀夫さんがあんたを手放したのには、ちゃんと訳があるんだ。時計の持ち主だった方はご存知なんですか？てか時計が喋ってることにびっくりはしないのね。そうそう。ああ、古い友人だよ。もういないけどね。え？死んだってことか。あの人があんたを手放したのはね、余命宣告を受けたからなんだよ。え？余命宣告？いやね。入院することが決まって、もう家に戻れないことを悟ったんだろうね。家に取り残されちまうあんたを学校に寄付することにしたのさ。未来ある子供たちと一緒に時を刻んでほしくてさ。けどお気に入りだったあんたを手放すのは思ってた以上に辛くて悲しくて、最後の言葉をかけてやれなかったって秀夫さんずっと悔やんでたそうだよ。マジか、はい、物に語りかけることがないけんよくわからない。そんなことが。そうそう。最後に秀夫さんはあんたにお礼を言ってたってさ。あの時計はわしの大事な家族だ。今までありがとうってね。誤解だったんだな。ははおい、よかったじゃんか。うんうん。君たちは心が通じ合った家族だったんだ。秀夫さん。秀夫さん。秀夫さん。もうあれか。そうね。亡くなってしまったんよね。別れは辛いけど、あなたがすべきことは、しっかり前を向いて時を刻んでいくこと。そうでしょ？前を向いて。もしかして時計としてはでかいんかな、はい、なんかでっかい状態で、そういえば食堂にあった？気のせいかな。うん、皆さんありがとう。ありがとうございます。なんだか丸く収まったみたいだね。お騒がせしちまって、なんとお詫びをすればよいか。いいんだよ、秀夫さんの思いが届いた。それだけで十分さ。お、あれ、なんだろうこの感覚。おめでとう、ふぶきさん。え、なになになに、え、どうした、エンラ先生。え、エンラ先生、いつからいたの？ねえ。あなたもついに YSP 能力を開花させたわね。え、私が YSP 能力を、あ、変身する、もしや。え、これはその証よ、受け取って。マジか、どんな感じになるんやろ、かわいいかな。
YSP 幼稚園に入れた。もうなんかそこしか気にしてない。かっこいいかかわいいか。なんか、あとのね。そうか。ベニマル以外のメンバーがちょっと私的には不満やけん。ということは。うわーい！例のお披露目会だね。やったー！ふぶきさん変身してみてよ。マタロウくんもそのうち変身できるようにとかはならんのかな。そこはいつまでも普通の人。そう？じゃあお言葉に甘えて。お？見せてあげる！時は満ち去り、ブロッケン。ここが相棒ってこと？変身！え、そうなんや。何回もうんち踏まされたのに。どんなんかな、どんなんかな。あ、かわいい。かわいいっていうかかっこいい。クロックレディ。ほうほうほう。え、これは結構好き。時の流れは儚く残酷な旋律。クロックレディ。かっこいいやん。いいね。ここは気に入ったわ。クールビューティーな女性ヒーロー、押せるなかなかエレガントじゃないか。かっこいいよ、吹雪さん。え？揚力もちゃんと安定しているし、問題なさそうね。じゃあここもいろいろと装備とか見直さんといかんだよね。改めてよろしくね、ブロッケンクロック。はい。お任せください。まさかそういう展開になるとは。何？あ、メダル。Y メダル、呪われた古時計を手に入れた。かわいい、なんか。クエスト、呪われた古時計、バッチリ解決。駆け出し工作術2巻、ゲット。やっと折り返し地点か。これで、こんだけ手間がかかるもんなら、七不思議を全部解いたら、なんか面白いこと起こらないかな。今何個解いた？それいいな。それは分からんの。デートする願いが叶うとか。クエスト。何？デートは分からないけど、それ漫画みたいで上がるな。巨大サラリーマン宮沢さん、呪われた古時計ゲスノーと移りたがりな友道くん、この4つをクリアしたんか。ん？あと2つ？トイレの花子さんと未来を予知するチョコレート。ん？トイレの花子さんってことは学校なんやない？あ、ここで大体の場所わかるやん。どういうことよ。ってことはちょっと難しさ低い方からいこうかな、次は。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。やってことで、ふぶきちゃんも、なんで変身できんのやろうってずっと思いよったけど、変身できるようになるんやね。よかった。変身できてよかった。使うわ、バリバリ。